今回は、大谷翔平選手について、歴代1位の通算762本塁打を誇る、史上最強打者、バリー・ボンズ氏519がインタビューに応じ、印象を語った。ジャイアンツで活躍した期代のスラッターは、大谷への賛辞を惜しまない、01年にシーズン最多記録の73本塁打を放ってから、23年、米メ,メディアでは大リーグ史上、 最も特筆すべきシーズンを送ったのはどちらかとの比較論も浮上した。今季はドジャースに移籍1年目で指名打者として驚異的な活躍を見せている大谷を、ボンズ氏はどう見たのか。打者としては未知数だった。通算2935安打、1996打点、514盗塁、外野手でゴールドグラブ賞8度、極めて高いレベルの長打力と総力。 さらに守備力を兼ね備えていたボンズ氏が、大谷を絶賛した。本当に信じられないし、驚異的な活躍だ。これまで、私にとってイチロー選手が日本選手のパイオニアというべき存在だった。米国だけで3000安打以上を放ち、日米合わせて4000安打以上を記録した。大谷選手が見せた投手と打者の二刀流は、本当に素晴らしいことだ。今後大谷以外にこのような選手を見ることはできないのではないだろうか。 今までこのような選手を見たことがなかった。信じられないという言葉しか出てこない。打者の大谷に対する評価として、元エンゼルスのジョー・マドン監督とレッドソックスのアレックス、コーラ監督が口を揃えていた。バリー・ボンズを彷彿とさせると、自分と似ているかどうかはわからないが、大谷選手が偉大であることは確かだね。私と重ねるためには、もう少し長い年月でプレーすることが必要かもしれないね。 私にとっても、彼がどれくらい驚異的なレベルにあるかというのを説明するのはとても難しい。打って、投げて、そして走力もある。彼がやっていることを理解するのが、まず簡単ではないように思う。打撃の優れた投手というだけなら、ジャイアンツ時代のバムガーナーがいたけれども、大谷選手は他に類を見ない存在と言えるだろう。投手としても打者としてもエリート級、彼のような選手はこれからも現れないのではないだろうか。 ボンズ氏は当初、打者大谷は未知数だったという。そして今、投打の二刀流を実現させている姿にジャストは名人部と驚きを隠さない。最初は投手としての印象が強かった。打者としては、どれくらいのレベルなのか測りかねていた。とても優れた投手であることはみんなわかっていた。打者でも大リーグに順応し始めると、ホームランを打ち始めた。そして何度も何度も本塁打を打った。しつこいようだけど、 このような選手はもう二度と現れないのではないか。本当に驚異的なことだよ。レギュラーの野手であれば、毎日試合に出ながらリズムを作っていくことができる。ただ、大谷選手の場合はそこに投手としての作業が加わるわけだ。週5日ほどでマウンドに上がるためには、指名打者として出場する日も試合前にブルペンで投球練習を行うことになる。その上で、 先発した日には100球近く投げて完投するかもしれないと言うんだから本当に信じがたいことを彼はやっていると思う大リーグではいわゆる走攻守が揃った選手を5ツールプレイヤー,ー,イー,ー,ヤーと表している打撃では的確にミートする確実性と長打力加えて守備力盗塁など走塁のスキルさらに強肩や早球の技術 その最高峰とされるボンズ氏は、大谷も潜在能力を秘めている。と見る。チームが求めれば、大谷選手なら守備もこなせるだろう。盗塁数を見れば、スピードがあることは確かなのだから、先発しない試合で指名打者でなく守備について、今季と同じような活躍をすればどうなる。この地球上に、そのようなことができる選手は存在しない。大谷選手なら、多彩な才能の持ち主だからできると思う。 外野も守れるはずだ。彼には無限の可能性がある。守備の負担を考慮するなら、左翼か右翼を守ることになるだろう。一塁や他のポジションもこなせるはずだ。すでに素晴らしい指名打者であることを証明している。例えば、登板間の1試合は先発で守備について、休みを入れながら数試合を指名打者で出る。それが実現すれば本当にすごいことだよ。大谷は2021シーズン。 投手で23試合に登板して130回3分の1を投げ、打者では155試合に出場。ボンズ氏は自身の経験を踏まえ、走攻守で高いレベルを保ちながら年間を通して健康にプレーするために欠かせない体調管理の重要性を強調する。疲労からの回復が全てだ。定期的にマッサージを受け、プールに入って疲れを取り除くのも効果的だ。栄養バランスの良い,い食事を定期的に摂取し、 上質な睡眠をとって体調を整えることが第一。そのためには、しっかりとしたサポートシステムを構築することも忘れてはいけない。大谷選手は明らかに、そのあたりの体、のケアがしっかりとできているのだろう。体調管理の構築は毎年少しずつ新しいことを発見しながら、出来上がっていくものだと思う。どうすれば成長できるのか、自分に問いかけながら一年一年過ごしていく。 その中で自分に何が適しているのかが見つかる。どれくらいの睡眠時間が必要なのか、これくらいの体力があればどのようなパフォーマンスが出せるのか、というような感覚が身についていくものだと思っている。大谷選手は日本で実績を積んできたし、大リーグでも成功しているからすでに自分に合ったルーティンを理解しているのだと思う。この点ではイチロー選手が良いお手本かもしれない。彼はまさに日本選手のパイオニア的な存在で、 私にとっては最も偉大な日本選手。今まで見た日本選手では最も優れたアスリートだった。そして、大谷選手は自分の地位を確立している。日本の誇りだ。今まで見たことがないプレーを実現させている。飛び抜けた才能大谷は2021年5月、敵地ボストンでのレッドソックス戦で、フェンウェイパークの球場名物。 左翼フェンスのグリーンモンスターを超えるアーチをかけた。メジャーでは今季より以前から、中堅左中間への一発が持ち味。逆方向に本塁打を放つ打撃術は、往年のボンズ氏とも共通している。彼の打撃フォームは優れていると思う。誰もが自分の打撃スタイルを持っている。神様に与えてもらった才能を活かすために、みんなそれぞれ独自のスタイルを築いていくんだ。大谷選手の打撃メカニズムは優れているように見えるし、 野球 IQ も素晴らしい。スイングは力強く、球を捉える技術にも優れ、自分に合った打撃フォームをしっかりと身につけている。安定したホームランバッターであるためには、すべての方向に打てるということが何よりも重要だ。もしも右方向にしか打てなかったり、フィールド全体の10%しか使えなかったりするのであれば、その程度の打者ということになる。フィールド全体を使うことが大事なんだ。 すべての方角に本塁打を打つことができれば、それだけ安定感が増すし、投手にとっては打ち取るのが難しい存在になる。ホームラン打者になるには、天性の才能を持ち合わせているかどうか、にもよるだろう。その上でボンズ氏は現役時代、球をしっかりと捉えるというシンプルな心がけの延長線上に本塁打がある、という信念を持っていたという。本塁打を打つために何が最も重要なのか、私はわからない。 打撃はホームラン競争ではないからね。持って生まれた才能というやつかもしれない。バスケットボールならマイケル、ジョーダンのように、どの競技やプロリーグでも飛び抜けた選手が存在する。ある特定の分野で特出した才能がある選手がいれば、複数の分野で飛び抜けた才能を持つ選手だっている。野球選手の中にホームランをたくさん打つ能力がある選手がいて、自分はその中の一人だったということ。ホームランを狙い始めたら、 成功することが難しくなるとは言える。私は常に素晴らしい打者でいることだけを心がけ、来た球を的確に捉えよう、と集中していた。それができれば、打球がフェンスを超える確率も自然と上がる。例えば500打席に立つとして、155アンダーを放って打率3割をマークする。そうすれば4060本はホームランになると考えていた。優れたコンタクト、ヒッターであることが、 本塁打を量産するために大事なことだと思う。球をしっかり捉えることだけを考えて、行き先は打球に効いてくれというのが私の打撃哲学だった。米球界と米国の野球ファンに鮮烈なインパクトを与えた大谷の二刀流。23年前の2001年、ボンズ氏はシーズン73本塁打を放った。20年というスパンで、どちらが史上最も特筆すべき活躍だったのか、という声がある。 73本塁打は歴代最多の記録だから、それを抜けばチャンピオンということになるね。それまでは比較することはできない。というのが私の考え。大谷選手に求めたいのは健康を保って安定した成績を残すことだ。それができれば、彼には73本を抜く実力があると思う。実際にそういう選手が出てくるかどうかは誰にもわからない。自分だってあのような成績を残せるなんて思いもしなかった。 全てがうまくいったパーフェクトなシーズンだった。そう考えると、大谷選手もパーフェクトなシーズンを過ごせれば達成可能な数字だと思うし、他の多くの才能ある選手だって同じことだ。MVP 大谷はナ・リーグ最優秀選手 MVP の候補とも目されている。その点に関してボンズ氏は、慎重に言葉を選んだ。それは分からない。 大谷選手の他にもたくさんホームランを打っている選手がいるし、彼を含めてみんなに平等にチャンスがあるように思う。チームの成績も MVP の選考に考慮されるべきだというのが私の考え。大谷がもし受賞を逃したとしても、今年成し遂げたことに満足していいと思うし、これから何度もチャンスが巡ってくるはずだ。二刀流を含めトータルでの評価にはなるとは思うが、その答えは私にはわからない。 大リーグには優れた選手がたくさんいるから、単純に選手を比較することはとても難しい。だからチームをプレイオフに導く活躍をした点も考慮されるべきではないかと思う。もしボンズ監督ならば、このまま二刀流を継続させるのだろうか。二刀流をめぐる大谷と伝説の名選手、ベイブルースとの比較について、ボンズ氏は冷静な見方をしている。もし私が監督なら、うまくいっていることを直そうとはしない。 大谷選手がハッピーであることが一番大事だからだ。力を最大限に引き出してあげたいし、今の二刀流を継続させるだろう。だけど私は監督には興味がないから、その代わりに一緒に食事には行きたいね。ルーストの対比はありのままを評価すればいい。今ここに存在しない選手と比較するのは意味がないことだ。大谷選手は独自のスタイルで、誰も見たことがないプレーを実現している。 ベーブ・ルースが二刀流をやったと議論することはできても、それは私を含め誰も見ていないわけだから、私にはわからないし、彼とルースを比べはしない。大谷選手と比較できるのは彼自身だけ、過去と比較されるのはとても難しいことだ。